そう、藤田屋の朝食がめっちゃ有名ですよね。めっちゃ美味しそう。なごみが一番掘りごたつで日本っぽいらしいです。最高だな。あ、ここの刺身は本当に新鮮で美味しい。あ、日本だ。美味しい。はい、ということで、ご縁キレ太郎でメインシェフをされている小堀さんに来ていただきました。すいません、お忙しいところ。そして1周年ですね、はい、できて1周年おめでとうございます。ありがとうございます。そう、今日はフライデーナイトなので忙しいと思うので、質問3つだけよろしいですか。どうぞです。1つ目の質問、お昼の営業をしてほしいっていう駐在妻とか駐在員のご希望があるんですけど、どんな感じでしょうか。あ、そうですね、今で言うと月曜日から日曜日までで営業していて、で昼の2時から夜の11時までが一応営業時間。あ、毎日やってるんですか。そうです、毎日やらせて。昼やってるみたいですよ、皆さん。はい、そうなんです。実は今年の4月ですね。4月から。めっちゃ最近。はい、結構最近。皆さん、めっちゃ最近です。なので、お昼の心配はございません。皆さん、ベンベニード。はい。ぜひ欲しかった。じゃあ、2つ目の質問ですね。もうこれ、あるあるだと思うんですけど、日本食のね、レストランを、こう、海外にね、出そうとした時に、この日本食ってすごい繊細だと思うんですけど、例えば火加減とか塩加減とか、ああいうのを日本人のシェフでさえ難しいじゃないですか。そうです。こう修行してみたいなドキュメンタリーをよくテレビ見るんですけど、それをメキシコ人の厨房の方に教える時にどんな苦労がありますかという質問をフォロワーさんからいただいたんですけど、もう正直に答えちゃってます。皆様が思われている以上に僕も多分苦労はたくさんしてる気がしてて、思われてる以上にだそうです。めっちゃしてるってことですよね。なんか例えばでいいんですけど、なんかエピソードかなんかあったらお願いします。そうですね、まず一番大変だなと思ってるのがお刺身だったり魚系の料理なんですけど、はいはい、メキシコってあまり生魚を食べるっていう文化がもともと多分ないので、まあ、それもあってかこう生魚をこう慎重に扱おうっていう。どういうことですか。例えば慎重、日本で言うとこうやっぱ冷蔵庫の外から出してしまうとなるべく早くこう冷蔵庫から出しようとか。あ、そう、温度管理ですよね。温度管理、あとまな板はしっかりきれいに保つ。はいはいはい、はい、生で食べるものを。そうですね、そうですね、ちょっとね、大事大事。こう汚かったり、もう最悪なのはこうお肉、なんか鶏肉とかを切った後に、oh, no. あることがあるってことですか。はい、まあ基本的にみんな気をつけてくれるんですけど、はいはいはい、ただその油断はできないっていうのもあって。でもいちいちね、何人ぐらいいらっしゃるんですか、その日本人とそのメキシコ人のシェフっていうか厨房のスタッフが。はい、あと日本人は今2名キッチンには自分含めていて、と男性ですか。そうですね、もう一人シェフの日本人なんです。ああ、そうか。で他に、お昼の営業と朝の営業であって、お昼の営業だけで言うと腰ね、料理人は7名いて、で 朝5名いて。この広さで7名ですか。そうです、大変です。大変です。はい、全員他がメキシコ人ってこと。他がメキシコ人。想像するだけで大変。スペイン語を僕は最低限は話せるんですけど、他の日本人のシェフはもう少しレベルがもう1人ベーシックというか、まだ勉強中とかなんで、はいはいはい、なんか基本的にその教えるとかそういうのは僕の役割になって、1人で全部みたいな。そうです、もう1人の方は僕より経験のある方で、あ、そうなんですか。いろいろなレシピを持ってるんですけど、それをそのメキシコ人の料理人たちに伝える役割は基本的に自分がやらせていただいてて、なので、さっき言った例えばちょっと極論なんで、基本的にみんな、ね、はい、気をつけてはくれるんですけど、でも文化がね、普通にお肉屋さんとか行くと普通に取り切ったので牛切ってとかあると思うんですよ、はい、そういうことですよね。なんか気にしないじゃないですか、こう、はい、気にしない人服とか、まずないその入社してくれた時点で日本食はその魚の扱いがとても多くて、特に生で扱うことがあるから、こうまな板の衛生管理だったり、
まあ、包丁を逐一この本当にじゃ あの日本シェフがやってる感じで。そうですね、それはもう徹底的に教えて。そこが大変そう。大変ですね。日本人同士だったらこう暗黙の了解ですよね。暗黙の了解普通にやりますもんね、家庭でね。そうですね、はい、あと、まあ、結構料理人あるあるだなと思ってるんですけど、はいはいはい、こう、まあ、経験ない子はない子で、あの、まあ、ゼロから教えるのはすごく大変ただ経験ある子はある子で、最初は経験あると楽なの、教えるの楽なんですけど、はい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 、ただなんかプライドが高かったりするんですよ。メキシコ人のプライドってすごいですよね。あの本当料理だけじゃなくて、こう習い事とかいろいろしてるんですけど、すごい高いです。女性特にね、高い。男性はどうですか？男性も高いか。そうですね、高いですね。お疲れ様です。じゃあもうそこをね、やっぱ経験の方ある方に、こう違うこうだよみたいに言うのは怖いですね、ちょっとね。そうですね。あのやっぱり今日本食レストランがこう近年まあ増えてるじゃないですか、うん、なので結構働いてるくれてる子の多くも前もともと違う日本食レストランで働いてた子もいて、そうなんですね、すごい、うん、はい、そういう子たち、あの、まあ、ちゃんと教わったしっかりと教わった子もいるんですけど、うん、中にはそのなんかまたちょっとかなり違うやり方で教わった子たちもいて、そういう子たちはあのいや俺はこう教わったし俺もうこれが正しいっていう感覚があるなんか大変なんかもう想像しただけで大変ですね。はい、だからやっぱその採用とかも吟味していかないとミスマッチっていうのは結構頻繁に起こってて、そこが大変だなと思って。なかなかね、その、はい、ね、インタビューしただけじゃ分かんないですよね、この子は大丈夫みたいな。インタビューだとめちゃめちゃ印象良くて、まあ、あるあるですよ。じゃあその調理器具とか衛生面を教えるのが大変と。そうですね。完成度的に不安とかありますか？あ、実は味見チェックかなりもう欠かさずやってて、めっちゃ痩せてますよね。あ、多分それを上回る。運動とあと指導とエネルギー使うんですね。もういちいち味見して、そうです、じゃあ OK です。はい、やっぱり見た目がちゃんとしてても、うん、こう味をチェックすると全然その味が足りないかったりとか、逆に強すぎたり、面白い、そのみんなが料理を作ってくれた後に、うん、その例えばラーメンだったら麺1本食べさせてもらって、うん、麺があの茹ですぎてないかとか、お大変見るっていうのがあのやって、もしダメだったらやり直しみたいな感じ、ま、そうですね、もうあのすごい時間かかっちゃってもやり直してもらって、へえ、面白い。やっぱり寿司工人にこう日本食を作ってもらうと難しいってことですよ。私もメキシコ料理を習ってるんですね。あ、そうなんですか。先生によく言うと大雑把、こうアバウトな感じ、切り方とかあの繊細じゃないっていうか、あと洗うのも結構で、消毒は、はい、消毒ってされてますか？あ、してますね。かなり全部してます。はい、あのもう消毒液が、あの蛇口、消毒液用の蛇口みたいなのがあって、あ、これが噂のどうなってるんですか、これ。そうですね、これがあの2つあって、1つがあの石鹸、普通の石鹸、洗剤、あの普通のいわゆる食器用洗剤、はいはいはい、でもう1つが消毒液で、うん、野菜と果物皆さん消毒ですよ。メキシコのレストラン結構厳しくって、なんか見ました、ノルマがあって、レストラン系のちょっと読んで、私、あ、そうなんですか、ちゃんとあるんだみたいな。たまに抜き打ちでそのインスペクションっていう、あ、ちゃんとメキシコの政府やってるんです。そういうところはって言っちゃうんですけど、うん、そういうことやる。抜き打ちでね、はい、まあでもね、こう車もルールはあるけど。はい、ね、みんな守ってないみたいな感じもあるから、まあ、何とも言えないですけど、そこそこ、なるほど。あ、そして、3つ目の質問が、メキシコ人もこの5円に来るじゃないですか、日本食。で、その完成の味が、その日本人が美味しいって思う完成の味にするのか、メキシコ人が美味しいっていう完成の味にするのかっていうので、例えばそのお寿司って、例えばメキシコ人って醤油にレモンとかチレとか入れて食べるんですけど、日本人はもう、シンプルに醤油とわさびで食べるっていうのは、どこにこう水準を合わせて完成度を、多分レオンも違うんですかね、レオンとケータルは変えてますか？そうですね、レオンにはレオンのあの
日本人のシェフの方が一人で、あ、いや、違うんですよ、レモン違うみたい、はい、あの基本的に多くのレシピはレシピだったりあの料理っていうのは、うん、あの一緒なんですけど全部が全部一緒じゃなくて、うんうんうん、こっちはこっちの料理があったり、あっち向こうにはこの料理すごい、多分レオンよりもメニューが多い気がします。あ、デザートメニューも かなりこっちに関しては、うん、あの日本人の方が、まあ、多い、多く来てくださるのもあるし、そうですね、確かに、うん、まあ営業時間が長いので大きく、その分いろんな方が来てくださるので、確かに、うん、あえてこう広くメニューは多くしてて、うん、ご縁の場合です、まあ、レオンもそうなんですけど、うんうん、基本的にはあの味は日本人の方が食べた時にちゃんとあの日本の味だっていう風に感じてもらえるようなものをまあ頑張って目指してて、ただあまりにも例えばなんだろう、味はいいとしてその盛り付けとかを日本人の方って割となんだろう、ミニマリストというかこうなんだろう、飾り付けとかはよりもどっちかっていうと味が重視される方が多いのかなってまあ勝手に思ってて、ただ一方でメキシコ人の方ってなんか見た目のまあ華やかさとか、なんか色鮮やかさみたいなのが重視する方が多いなっていうのがこう感じていて、なのでそうですか、そうですね、盛り付けに関してはまああのさすがに日本人の方が見た時ってこれ何みたいななっちゃうとちょっと僕らもやりたいこととは違ってきちゃうんで、それは違うけど、ただその例えば決めてるのが料理にその3色以上使う色味と、なんかサラダにしてもあの緑だけじゃなくて、うん、赤が入ってたり黄色が入ってたりみたいな、それは日本的な色合い、日本、そうですよ、日本人の方が見ても変じゃないけど、ただでもちょっと日本の一般的なそのサラダとかと比べるとかなり鮮やかというか鮮やかさはちょっとメキシコ入りになってるかな、うん、なるほど、じゃあその最後の完成の見た目を日本人とメキシコ人の間を取ったこと、そうですね、味としてはもう日本人受けにしてると、そうです、ね、あ、なるほど、だから美味しいんですね。あともう一個ごめんなさい、食材の調達って例えば朝 あの納豆とか、はい、こう駐在妻たちはあの高い日本食スーパーで買うんですけど、はい、なんか例えばお野菜とかも白菜とかごぼうとか手に入んないじゃないですか、簡単に、多分業者があると思うんですけど、 それってあの言える範囲でこう、はい、どこから仕入れてるとか日本から仕入れてるとかありますか、はい、野菜に関してはなんかメキシコシティに、シティか、はい、なるほど、日本野菜を育ててるあの農家があって、あのそこから、まあ、週に1回あの注文して届けてもらってます、まあ、大根とか白菜とか、はいはいはい、あとあの大葉とかをあの扱っているので、まあ、それ以外にもあのアメリカにそういう業者ってなんかたくさんあるみたい で、ね、あのアメリカから仕入れてそれをあのレストランに卸してるみたいな業者も結構 何個かあるので、メキシコのシティですか、それ、ケレタラにも何個かあるんですか、だからレオンにもあるんですか、ちなみに。レオンだとレオンにはちょっと聞いたことないじゃあレオンはどこから仕入れてるのレオンは多分シティからあのバスでこう、ああそうですか、あの5時間かけてはるばるお野菜たちがいらっしゃるんですね、そうです、でもその食材って高いじゃないですか、はい、で日本から取り寄せてるものはそんなない、だしとか、日本からは例えばまあ醤油とか酒みりん、うん、まあ、調味料系だったりとか、あの鰹節とか、うん、調味料系調味料系は結構日本から取り寄せてるものが多くて、あのなんか東洋フーズってあの、はい、あるんですけど、はい、あれ、まあ、お店もやってるけどなんかレストランにも卸をやってあ、まあ、そこを使わせていただいたりとか、で大変ですね、やっぱり高いので、こう高いし、でも高いけどでもやっぱいろんな種類は使われてるので、なんか調味料ってですか、その食材とか調味料の種類が、調味料もだし食材も結構いろいろ幅広く扱ってるので、それはスーパー以上にってことですか、業者用に種類が多い、あ、いや基本的にあのスーパーにあるもの、あ、ものが同じ、ほぼ一緒、そうほぼ一緒です、で多分それを全部使っちゃえば結構その日本の味って再現するのか、まあんまりこう困らないというか、なんか結構その冷凍食品でも売ってたりする、うん、高いけど、高いけど、まあ駐在妻はそんな頻繁に買えないですよ高い
なのでレストランもやっぱ高いので、あんまそればっか使ってるっていうのも使っちゃうのもいけないので、いかにこう地元の地場の食材で確かに日本の味をこう、まあ、再現するかみたいな、多分それぞれのレストランもそんな頑張ってるところなんですね。その食材調達の経費と折り合いを見てこううまくやってるってことですね。そうです。大変だ、ありがとうございます。あんまりその地場の食材ばっかり やろうとしちゃうと、逆にその結構技術が求められてきちゃう。食材の生かし方ってやつですね、日本で。そうですね。それをメキシコ人にお願いするのはすごい難しい気がする。ある程度やっぱりその既製品とかも使いながらバランスを見てこうやるっていうのを、まあ、今探してみたんです。はい、というわけでお忙しいところありがとうございました。3つの質問じゃなくて4つの質問になったけど、小石さん最後になんかメッセージあったらどうぞおっしゃってください。ぜひお昼の時間もやってるので来てください。いいよ。お昼ってやっぱ少ないですか？お昼今少ないです、ね、仕事してますもんね。来るとしたら駐在妻ぐらいですか？そうですね、すごく忙しいと思うし、結構テルタロの端くれにあるので場所的にちょっと遠いかなと思うんですけど、やってはいますので、時間あるとき来てください。お昼やってるそうですよ、皆さん行ってみましょう。ということで、小石さんありがとうございました。ありがとうございます。結構長々インタビューありがとうございました。じゃあなんか今からマグロの解体ショーを小石さんがやられそうなので、ちょっと撮影していきたいと思いまーす。では行きましょう。痛い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 。食べたー。こういう断面になってんだ。